事って言ったっけ。細谷さんがまあ来ない。いや、誘っても誘ってもまあ来ないです。行きましたよ。大野さんと宮野さんと僕とあと誰いた、あとはあ、福山さんで肉を食べに行きました。ローストビーフを。あれ一回きりじゃないですか。あ、そうですね。一回きり。あれ本当に細谷さん、まあ来ない。千早の時から。あ、言っちゃったけど。千早の時はあの後の現場があって、もう、僕ね、本当は行きたかったんですよ。本当はそうなんです、ね。そうそう、あの、打ち上げの現場だってね、千早の打ち上げの話になりますけど、うん、あの、ずっと最後まで行きたかったんですよ。でもそしたら途中で切り上げなきゃいけなくなって、みんなとお話ししたかったのにと思って。そうそうですよ。そう、うん。終わってから仕事で行ってたんでね。そうなんですよ。僕らは終わってからご飯食べに行ってたのに、まあ来ないから、僕は寂しかったわけですよ。いや、僕はね、話したかった。いつか来るこういうラジオの日みたいに、な時まで。あの、なんていうんですか。あの、やめておいた。いや、だから、なんていうんですか。理由があるんだよ。理由はありますよ。うん。僕は話したかった、本当に。うん、でもなんかこう、現場になってね、うん、その待機中に話すと、うん、なんかやっぱりその、なんていうかな、集中したいかなとか。でも宮野さんは、気にしちゃうから。あの、いつでもエンターテイナーな印象があるから、大丈夫だけど。空気読んでないと。いや、読んでる、読んでる。空気を読んでエンターテイナーだけど。だってなんだけど、でもなんか僕はちょっとあの戦々恐々とするからちょっと集中しようみたいなところがあるから、 あんまりスタジオではちゃんと話せないんですよ。うんうん、うん、だから本当はそういう意味で話したいからご飯には行きたかったんです。でもね、本当に、うん、あの本当に遠くにいるからたまに僕がそばに行ってちょっかいを出してたんです、うん、あ、そう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 、なのに、うん、って苦笑いばっかりする。苦笑いじゃない。なんていうかな。ツンツンとか、僕はちょっかい出しにいつも行ってたんです。そうそうそう。すごいね、気を使ってくださって。でも気を使ったんじゃないよ。いや、仲良くしたかったんだよ。いや、僕も仲良くしたかったですよ。でもね、あの、ツンツンってやられた後の、距離がね、何も返せない距離なんです、あれは。心の距離が。椅子7個分ぐらい空いてるわけですよ。ツンツンってした瞬間に返せばいいじゃん。ツンツン返しすればいいじゃないですか。いや、うん。その時はガッと距離が縮んでるわけでしょ、だって。あ、それは、それはね、宮野さん。俺だってさ、ダンシムみたいにツンツンしてるわけじゃないんだからさ。まあ、それだって。ヨガっつって。そんなツンツンじゃないでしょ。そうですよね。ツンツンの時は距離が近いわけでしょ、うん、まあ、そうですけど。そしたらこう、ツン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 し合えばいいじゃん。それはね、あの、男性兄弟がいるからですよ。そういうことでしょ。やっぱり兄弟がいる子っていうのはね、スキンシップとかも日常茶飯事なんだ、きっと。だけど、僕は一人っ子だったから、その、なんですか、心の距離を埋めるのにちょっと時間かかるんですよ。人見知りだしね。うん。あの、ちっちゃい頃は、よくままごとをする子供だった。だから、あんまりこう、男性的な、おい、お前、いいパンツすんな、みたいな、そういうのはなかった。そういう男兄弟的な、ハードボイル的な関わりはなかった。だから、慣れてないだけで。なるほど。そうそうそう。はい。うん、はい。